経営学部の児玉さゆりと申します。よろしくお願いいたします。テーマをロイヤルカスタマー、つまり常連客はどのようにして作られるかという、こういった内容で、模擬授業をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。でこれから、皆さんと一緒に勉強していきたいのは上の B2C ですね。 B2C を中心に、一緒に確認をしていきたいと思います。 B2C というのは物を売るだけではなくて、小売店は物を売るということになりますけれども、それ以外にも B2C はあります。例えば旅行とかホテル、それから結婚式などなど、そこは品物を売ってるわけじゃないですよね。体験を売ってるということになります。これも B2C に入ります。まず、ビジネスのポイント、一つ目はやっぱりお客さんが商品を買ってくれないと経営が成り立たないので、お客様に来ていただかなきゃいけないということですね。たくさんのお客様に来ていただくことがとても大事というのが一つのポイント。そしてその来ていただいたお客様がそのサービスや商品に満足していただかないと、次も来てもらえないということになりますね。一回きりになっちゃいます。大事なのは顧客満足という、これを、カスタマーズサティスファクションの略で CS と言います。 CS の取り組みがとても大事になってきます。はい、まず最初に、一番最初に、利用するお客さん、新規顧客と言います。そしてそのサービスや商品を気に入ったら2回目3回目と繰り返して利用するのがリピーター。そしてリピーターがここのお店大好き、この会社大好きっていうふうにファンになってもらうっていうのがロイヤルカスタマー。ロイヤルカスタマーっていうのは常連客のことです。もうごひいきさんね。でこのロイヤルカスタマーっていうのがすごく大事な存在でして、わずか 20% しかいないんですね。だけどこのロイヤルカスタマーはなぜ大事なのかっていうと、この 20% の人たちがその会社の売り上げの8割のお金を落としてくれるという、大事ですよね。なのでこのロイヤルカスタマーっていう存在を大事にしなきゃいけない。だけどこのロイヤルカスタマーはずっとロイヤルカスタマーでいてくれればいいんですけども、例えば引っ越しちゃったりとか亡くなっちゃったりとか他にお利用しちゃったりとかって固定しないわけですね。だからやっぱり新規開拓するにはお金がかかるので、リピーターをすごく大事にするっていう日頃の取り組みも大事なわけです。まず事前の期待があります、利用するときに。でその事前の期待と実際に利用した実感がほぼほぼ同じであれば、まあ当たり前なんですよね。うん、こんなもんって感じで、真ん中は、事前の期待と利用の実感が同じってことは当たり前のレベルなので、ここは満足のレベルではないんですね。で、利用の実感が期待よりも悪かった場合は不満という、感情になります。今日はこの顧客満足というレベルはもともとの事前の期待よりも超えなければすごい良かった、期待してた以上のものだったっていうふうにならないと顧客満足のレベルではないんですね。でどういう内容でお客さんはいいか悪いかっていうことを評価するかっていうと、まずじゃあ分かりやすい例でレストランで例えてみますと、ハードウェアというのはレストランのその建物自体ですね、店構え、それから、テーブル綺麗とかおしゃれとかで、利用するトイレが綺麗かとか食器がどうかとかっていうような施設や製品、調度品など形としてあるものです。で次に、レストランで例えればお料理ですね、お料理が美味しいか値段がどうか、それから例えばどういう仕組みにするかっていうね、セルフサービスにするのか、きちんと丁寧に接客するのか、しませーっていうふうに勢いよくやるのかっていうような、このコンセプトなど含めたソフト、そして最後にヒューマンというのがあります。従業員の接客態度、客離れの理由の一番多いのはどれですか？ナンバーワン、
68% の接客の冷淡さですね。製品の不満があってもまた別のものを頼んでみようとか思うんですけども、接客がまあ要するに無下に扱われたとか冷たかったとか態度が悪かったっていうふうに、そういう経験をしてしまうともうあそこには行きたくないっていうふうに、他のお店で買う、他のお店で同じようなものを食べるっていうような心理状態になります。つまり接客のやり方で顧客満足、つまり CS の評価というのが大きく変わるんですよっていうことが言いたいわけです。で、皆さんアルバイトで接客やってると思いますけども、すごく大事な業務をやってるわけです。基本的な顧客心理、お金を払ってるお客さんはもともとこういう心理状態ですよっていうのを今から示したいと思います。はい、優越を感じたい心理、これは他の人よりもすごいなって思ってもらいたいっていう心理です。自分本位は気持ちよく迎え入れてもらいたいなっていう気持ちです。独占したい心理は、いいものを独り占めしたいというふうに思ってる心理です。真似をしたいっていうのは、あの人美味しそうなもの食べてるとか、あの人が持ってるもの私も欲しいっていうような、いいものを真似したいという心理です。そして損をしたくない心理というのは、メリットのあるものを求めるという気持ちです。最後の欲望の心理というのは、新しいもの、限定品、それから珍しいものなどなど、そういったものを欲しがるという心理です。このような基本的な顧客心理がありますから、つまりダメって言われたくないんですよね。でもダメって言われたくないって言われても、ダメって言わなきゃいけないこともあるじゃないですか。じゃあそういう時にどういうふうに対応したらいいのかっていうのが、次の実践編でやっていきたいと思います。いろいろな、会話術ありますけども、今日は時間に限りがありますので、一つだけ、こういった会話の仕方がありますよっていうのを、プロの会話術というものをご紹介していきたいなと思います。例えば衝突が起こりそうな場面、断る時、あとはそれをやめてほしい時、とにかくお客様の思い通りにならないことを言わなきゃいけない時、こういった時ってなかなか言いづらいですよね。なんかクレームになりそうで怖いですよね。でも言いなりになったら問題解決はしないので、しっかり主張しなきゃいけない時もあります。ただしその言い方には配慮が必要です。まず普段の生活のシーンで、ここは待合室です、でここは禁煙の場所、待合室で、後から入ってきた人が隣に座ってタバコを吸い始めました、さああなたはどうしますかっていうね、こういうことがあったとしたら、じゃあ今から4つのパターンを皆さんにお見せしますので、どのパターンの行動をとるかをちょっと挙手をしていただけますでしょうか。嫌だなと思ってるけど何も言わないで我慢してる、もしくはもう自分がもう出ていくっていう、自分が嫌だから出ていくっていう、このタイプの方手を挙げてください。正直でありがとうございます。この人は主張しない非主張的タイプですね。いやいや結構はっきりきつく言う、ちょっとタバコ消してくださいってこうはっきり言っちゃう。お、いないですか。なるほど、このタイプは攻撃的なタイプですね。ではですね、口では何にも言わないんだけどとかね、煙たいっていうこと、口では言わないけど態度でこう分かるよみたいな感じ、はい、でも信じらんないとか言う、ちょっとか言いながら自分が出ていくっていうね、こうそういうこう態度で表すっていう人、正直にですね、あれ皆さん何ですか。これは間接的に攻撃してる、言葉では言わないけど間接的には攻撃してるというものですね。では最後、印象よく、すみません、ここは禁煙ですのでタバコを吸える場所に移動していただけますかっていうふうに、私はこういうふうに言えるっていう人、お、素晴らしいですね、お、素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。これが、健全な主張と言って、ここを目指したいわけですね。なかなか普段の生活ではなかなか難しいと思いますけれども、プライベートではね、もうどのパターンでもいいんですけど、これが自分が役割を担った
従業員であった場合は、これはやっぱり逃げられないわけですね。しっかり一番下の健全な主張というところ、ここの言葉遣いで対応していかなければいけません。すみませんがっていうふうに言ってます、本題に入る前に。これをクッション言葉というふうに言います。そしてタバコを吸える場所に移動していただけますかっていう、最後にしていただけますかっていう言い方を依頼表現、3番目ですが依頼表現とお願いする言い方に変えています。そして禁煙ですっていう、肯定的な表現に変えているので、そして、プラス一言、提案をしているということでプラスの表現という、この3つのテクニックを使って衝突が起こりそうな場面でしっかり、主張をしていくというのが、テクニックです。少々お待ちいただけますかっていうお願いです。これお願い、どんなクッション言葉がふさわしいですか？他にはこちらにご記入いただけますかっていうクッション言葉わかる？言ってみようか。分かる方でいいよ。うん、おー素晴らしい。手をね、手を煩わすからお手数ですが、そうです。上はですね、はい、恐れ入りますが少々お待ちいただけますかっていうふうに、まあ、言います。で今大正解ですね。手を煩わせるからお手数ですが、こちらにご記入いただけますかっていうクッション言葉、このようにね、まあ、いろんなシチュエーションに合わせてクッション言葉を使い分けると、あすごいなって。で次はですね、プラスの表現2番目ですね。相手に、まあ、断らなきゃいけない時にこの表現を使うと、相手は断られたっていう風な気持ちにならないマジックワードです。はい、すみませんが、先ほどのケースですね。すみませんがここは禁煙です、タバコを吸える場所に移動していただけますかってお願いして終わってる。とても感じがよくって、だけど相手に行動を変えてもらうようにお願いをしているということです。言うべきことはちゃんと言ってるということです。そして最後、依頼表現ですね。最後に、クエスチョンマークで終わる、何々してくださいじゃなくて、何々していただけますかっていう言い方は相手を尊重した言い方です。恐れ入りますがでもいいし、申し訳ございませんがでもいいし、クッション言葉を言って、何々してくださいではなくて、何々していただけますかとか、よろしければ何々でいかがでしょうかとか、そういう感じで提案をする、依頼形もしくは疑問形に変えるというのが依頼表現です。クッション言葉とプラスの表現、そして依頼表現、この3つを使えば、親身な応対ができて顧客満足につながる、まあ、一つのテクニックというふうに言えると思います。ではですね、もう少し時間がありますので、笑顔っていうのは作ることができます。で面白い時に笑うのは英語で言うとラフですよね。ラフ、笑顔は英語で言うとスマイル、違うものなんです。面白いから笑うのではなくて、雰囲気を良くするとか微笑むっていうのが笑顔なんですね。では最後にですね、表情をつけた発声トレーニングで終わりたいと思います。ここに書いてあるよろしくお願いいたしますとか、ありがとうございますとか、よろしくお願い、失礼いたしますっていう、すっていうのはすですよね、口の形す。これを最後いの形、こうですね、はい、最後の形をいいにする。例えば普通だったらよろしくお願いいたしますになるんだけど、よろしくお願いいたしますって終わる、ありがとうございます失礼いたしますっていうふうに終わる。じゃあ私最初にリードして言いますので、皆さん頑張って恥ずかしがらずに、一緒に言っていただければとても嬉しいです。いきます、よろしくお願いいたします。はい、ます。すべて、さ、いいのが出してた。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。あ、素晴らしい。最後、失礼いたします。はい。失礼いたします。そう、最後いいのが出してた。はい、ありがとうございます。
まあ、そうやって口の形を最後意にしていくと笑顔で対応するというふうに思われます。このように、まあ一回一回の接客を大切にして、初めて来ていただいたお客様に2回3回リピートしていただく、そして最終的にはまあロイヤルカスタマーになっていただくということを目指して、まあそういった企業の CS の取り組みをまあコンサルタントなどいたしております。で、授業でもこういったトレーニングもどんどんやっていきたいなというふうに思っています。それでは私の時間はこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。